ご本場になったそしてねこの曲ですよこの曲はね結構人によって違うと思うんだけどまあいい手なんですね僕の中ではドラ1個あってメンツもあっていい手はね僕はもう超ブクブクにするわけですよスーパーブクブクラ法の始まりだってなって、まあ、ここでね際切ってね数話を残すわけですよこれはねカンローピンがもう1枚切れてて弱いと。 で数腕にね、3腕とか引いたらもう単品3色になるんで、この数腕はもう僕はね、結構地の果てまで持ってもいいかなと思ってたわけですね。で、だからこのペイはね、結構安全そうだけど、はい、知らんとキり、この発、この発はもう安全そうどころか安牌だし、なんなら3腕切れて、3腕ブ切れて数腕のくっつきちょっと弱くなったんだけど、それでも、やっぱりこの、 カンローピンが弱すぎると。うん、カンローピンが弱すぎるとき初切って、もうしょうがねえと、うん。さらに急走引いて、まあ、東條さんもそろそろ来そうだけど、しょうがねえ、うるせえと、急走切って、一生懸命数ン残してると、なんとリーチを受けてしまうわけですね。なんだ、この数ンは、と思った方もいるでしょう。しかし僕はね、これはしょうがないこと。サンワンとウーワンなんならワンも、とりあえずパワーアップのために、この数ンはね、持ちたかった。なぜかカンローピンが弱いので。 5番引いたら、そう、サブロッキーは超いいから。うん、超いいというか、まあ、普通にカンロッピル絶対いいから。そして、リーチ受けて、チーピー引きましたと。はい。オーヤーリーチ一発目。トップ目。でもさ、やっぱりパワーしかないわけですよ、これ。これパワーを抜いてさ、結局次にさ、なんかムスジ切るわけですよ。そんなさ、パワー切ってペタペタ降りるよ、渋川君はダサすぎるだろうということで、まあもう単純にさ、ライバルのリーチだから。 はい行けこらーってスワ行って、ふー通ったぜってなって、で、ワン引いて、スワ言ったらにこんなリワン程度ひよってるようではもうお話にならないから、ほら行けこらって言って、ふー通ったぜってなって、二つまず通して、 スーピンが通りまして、やっとね、降り切れそうになったわけですね。チーピンがね、パーピン先に切ってるスーピンなんか通りそうだし、スーピンもパーワーもあるし、チーワンも通りそうだし、これでやっと降りる選択ができるなぁと思ってて、パースを現物。この曲現物ですさ。東條 <laughs> さんはね、リーチ赤のイースーソー。僕は、かなりきついプッシュ。そして、ロースを引いて、スーピンがちょうど通ったんで、自然にチーピン切れたと。 さすがにね、これ、シャンポンにはちょっと怖くてできなかったね。一倍差はあるけどね、さすがにチーピンかなり通りそうだから。で、リーチもね、ちょっと怖くてできなかったなご視聴ありがとうございます。まあ、なかったから、しょうがなく押してた感じですね。数ピン引きのサブローピン激アツだし、ね、リアムピンとかチーソー引いてもチーピンもう一回切れるんで、これチーピン切って、そして、 これリーチだったね。萩原さんのリーチ宣言杯のローピンを捉えて、嬉しいってなって2、6は4、1上がって。